FRD プレゼンツ LFL 稲垣まさの声優やせアニメ玉さてまもなくアニメ玉が始まりますが今日もスタジオに出演者の方が来てくれています今日は何人来てくれてどんな話をしてくれるんでしょうか えー、空飛ぶオカマとカエル続編。転生したら戦争だったの。えー、大和を演じさせていただいた比風美です。この後本番始まりますので、ぜひ皆さんお聞きください。マユ役を担当させていただきました田辺ゆきです。現実の世界を飛び立って SF の世界に思い切り引き込まれてください。はい、佐藤健太郎と言います。 我が家の中二位という役をさせていただきましたこの作品は聞いたらきっとワクワクドキドキするような作品になってますコロナでみんなワクワクドキドキでできていないかもしれないけどこの作品を聞けばきっとみんなが求めているワクワクドキドキに出会えると思うよ星月夜ですしおりの役を演じました今の世界情勢が反映されていると思うのでぜひ聞いてみてくださいとうまゆかりです リホの役やってますちょっとシビアなお話になってますのでぜひお聞きくださいアニメ玉メイドイン沖縄ボリューム30タイトル空飛ぶオカマとカエル続編転生したら戦争だったの件作稲垣正さ目標より早く着いた時間の計算を間違えた ただいまーって、我が家は地下になったんだねえお父さん、北極にいたんじゃないのおお、そうそう、さっきまで北極にいた。さっきまでえー、いやいや、じさボケでわかんなくなっちゃったん。よく帰れたね。そりゃ戻るさ、我が家だろそういう意味じゃなくて。まあまあ、それは置いといて。 なんで我が家は地下になったんだいこの星の状況は戦争してるね人間は地下に避難して生活しているもうコンビニの棚もガラガラだったスーパーにも何も残ってないしどうしよう 食べ物がないよどこかの家で何か分けてもらおう困った時の助け合いだね私たちはまだ誰も助けてないけどそこは気にしないで隣の部屋の人に頼んでみようそうだね食料すら手に入らず生活に疲れてしまったようだ戦争のせいだ前回地球でお代官だった宇宙人は 今度は地球で父親のだそもそもなぜ我々が地球にやってきたのか前回の地球訪問を改装してみよう着いたけど目の前にいるのはちょんまげに丸まげの人たち間違いなく到着した時代が早すぎた文政8年ということは 1825年のこの星に着いたってことだ2025年の到着を目指していたのに早く着きすぎてしまった実は人を探しに来たんですがこのモグラは生まれ変わりの最中のカエサルなんです私はこの星の皇帝ですカエサルとは古いラテン語で、 王王様様のの中でで番の王様という意味です。今は輪廻転生の最中でモグラとしての命の修行をしているところです約5,000年前宇宙パトロールでこの星に寄りましたその時にこの星のカエサルだったのが人間だった時のこのモグコさんですその頃のの頃私はこの星を、 本当の幸せに包まれた世界にまとめ上げることができないまま命を終えようとしていましたその時カエサルは宇宙人の私に質問したのですこの星のすべての生命体を幸せに導くためには私は何をすればよかったのでしょう過去のことを考えるよりこれからのことを考えるべきですあなたは。 この星のすべての生命体に生まれ変わりその一生を実際に体験してみたらどうですかそれには五千年の年月が必要になります。すべての生命体の一生を体験し終わった後に再び人間に生まれ変わりもう一度カエサルになって。 5,000年の間に学んだことを生かせばよいのですこの星を幸せにあふれた世界へと導く方法がきっと見つかると思いますよ5,000年後私は再び皇帝になれるのですかもしあなたが輪廻転生に挑戦するならそれを終える5,000年後に。 もう一度私はあなたに会いに来ますそしてあなたが再び皇帝になれるようにお助けしましょうさああなた五千年間想像を絶するような困難や苦痛に耐え続ける覚悟が持てますかやってみようと思います本物のカエサルになるために では、次は間違いなく、2025年にお会いしましょう。でも、また間違えた。2025年ではなかった。2022年についてしまった。本当は、5000年の輪廻転生を終えた後のカエサルになるべき人間に、 2025年に再開するはずだったのに今回の話に戻ろう戦争中の地球の一般市民に我々ができることは何だそりゃ大変だったね他人事お父さんなんか変だよそんなことないぞ何言っているんだお前たち すみません失礼します隣の地下室のものですけどはいはいどうしましたちょっとお願いがありまして何でしょう食べ物ならありませんあーなるほどはいはい食べ物ありますよほ本当ですかお父さん嘘はいけないよそうだよ正直に言わなくちゃ本当だよはい

なんでこんなにたくさん食べ物あるんですか北極は戦争が起きてないんですかそう、知らないな。お父さん、出張で北極に行ってたんじゃないのうー、そうだった。間違えちゃった。それ本当は、宇宙人とは言えないだろう。 またお邪魔してもいいですか <laughs> こっちに住んじゃったりしてそうしちゃえばお父さんダメですよお前たちは外で寝なさい <laughs> うそうそこういう暇っていいなこの時間嫌なこと忘れてたまた楽しみたいぐっすり寝られそう 久しぶりにぐっすりと寝られるねおやすみなさいゆっくりと先の見えない不安に潰されそうになっていた2022年の地球人に我々ができることはひとときの喜びを与えて安らぎを感じてもらうことだったもう一度2025年に来てみよう。 2025年にカエサルになるべき人間に出会おう。5000年輪廻転生を続けて、あらゆる生命の困難や苦痛を経験してきた、そんな人間がカエサルとして再び地球に現れれば、この地球は銀河系一番の幸せに溢れた星となることだろう。楽しみだな。うん、そうなってほしいな。 演稲垣雅之、今次婚、赤座崎、ひふみ佐藤健太郎、星月夜、当麻ゆかり、FM 祇園、石坂まなみ、FM 祇園、田辺由はい、今日のアニメ玉に出演してくださった方々がスタジオに来てくれています。えー、録音済みのものもですお聞きください えー、大兄をさせていただいた日風見です今回の、えー、空飛ぶオカマと帰る続編はですね、えー、前半のちょっとシ,アシリアスな面と後半のちょっと生きる、あのー、喜びをちょっと見出した感じをちょっと表現するのに、えー、イメージしてさせていただきました、えー、どうだったでしょうか、えー、ぜひ皆さん感想もあれは聞きたいなと思いましたありがとうございました眉役を担当させていただきました田辺由紀です 初めて声優と声優として声を出すっていうことをさせていただいたんですけどすごい真剣にやっぱり喋るのでこのいろんな場面に自分も行ったみたいなこう感じになってすごい楽しかったです佐藤健太郎と言います我が家の中二位という役をさせていただきました全力を尽くしてワクワクドキドキできました楽しかったです星月夜です しおり役です以前やったしおりという役から少し成長したところを見せられたかなと思います遠もゆかりですりほの役ですもしもこの自分がこの世界にいたらと思いながら演じましたすごく緊張しました次は EUJ の取材 CM を聞いてください EUJ は主に東京以外の地域で展開する総合エンターテインメントグループです全国で漫画、アニメ、ラジオ 映像作品を企画制作しながら東京以外にお住まいの方々へも芸能にチャレンジする機会を提供しています EUJ では今ラジオをお聞きいただいているこちらの地域でも芸能をオンラインで学ぶことができるんです紅の豚のポル・コロッソを演じた名俳優古森山秀一郎さんの意志を継いだ芸能オンラインスクール最高指導責任者はこの番組のメインパーソナリティでもある 稲垣正幸先生です。対象年齢は小さいお子様からシニアの方々まで幅広く学んでいただくことができます。EUJ で検索してみてくださいね。アニメ玉についての感想を抜粋してみました。聞いてください。 主人公などの気持ちを考えながら読むのがとっても難しかったです楽しかった自分の声を聞くってちょっと恥ずかしいなっていうのもあったんですがで楽しかったっていう気持ちの方が大きいです、うん、とても新鮮でしたまた機会があればやりたいなって思いましたやってみると緊張がだんだんほぐれてちょっと楽しくなってきた感じでしたやっぱ自分で演じれるっていうのはなかなかない経験でとても楽しかったです、うん、ドキドキしたんですけど楽しかったです 声優さんのお仕事を体験できてすごくいい経験になりました楽しかったのでまた次もこのような機会があったらまたやってみたいなと思います経験できなかったことができたのでよかったです難しかったけどやってて楽しかったです さあ今回もヒーフミーさんが大任意で出てもらいましたね、はい、ヒーフミーさんこちら番組やってらっしゃるんですもんねやってますはい、ね、木曜日の夜9時からですねそうですねだから喋り慣れてる感じがね、はい、やっぱり喋りについてはいいですよねはい あのトーンがまた、このオーニーな感じがしますね。あの声に出てますよね。出てますね、はい。はい、そして中二をやってもらったのが佐藤健太郎さんです。かっこいい名前ですね。ですね、えー。この方初めてですよね。はい、えっと、こ、どういうつながりですか。えー、これはまゆゆさんからご紹介いただきまして。<ー>えー、なんと、え、宜野湾市内で、えっ、ー、と、永田自治会で自治会長されている。 方です。そうなんですか。でも、はし、喋りがはっきりしてましたもす。あ、そうですよね。で、声もなんかいい感じでね。僕はなんか、あの、放送聞きながらも、なんか声優さんみたいな声だなっていう。うん、おっしゃってましたね。ええ、ヒーロー声みたいな。あ、そうそうそう。いい感じでした。この方もまた来ていただけると嬉しいですね。はい。そして、しおり役をやってくれたのが星月夜さん。え、このしおりは前に、あの。 えっと、クラス会と図書館、ね。はい。で、覚えてます。はい。そこで、使用略やったんですよね。はい、で、同じキャラクターの子が、出てきてもらって。それが、星月夜さんでした。いいですね,ね。良かったですよね、はい。はい。え何回も、三回目かい。暗いですね。ね<ー>え、前回参加できなかったので、今回参加できて、すごい嬉しかったっていう。そか、うん、そか。言ってました。だから、もう、レギュラーメンバーみたいな感じにね。<laughs> やっていただけて、ね本当に。はい。嬉しいですよね。えっ、ー、と、つながりが。 えー、マナミンの事例でしたね。そうですね、私の友達です。えー、はい、えー。嬉しいですね。嬉しいですね。うマユウさんとマナミンと一緒にこう、はい、<laughs> にこう友達の輪から広げて今大勢の方がね。結構周りにでもやっぱやりたい人多いなっていうのも、うんね、なんかもうどんどん気づいてきました。あ、嬉しいなーね、うん。はい。楽しんでいただくとね、嬉しいです。ありがたいです。で、その実際上もお友達だった。はい。 李芳役の遠間ゆかりさん。そうなんです。こちらも友達ね。<laughs> ね <laughs> 本当にあの、はい、ドラマじゃあもアニメだまじゃあもお友達だよね。そうですね。あですね。だから今回すごい私的にもあ二人友達役やってるっていうちょっとなん, <laughs> なんか日常見てるみたいなちらっとそう,い,ういいですね。ねうん、だからなんか会話も友達感出てて良かったですよね。はい。<laughs> でまたしおりさんとまたあの遠前かりさんが全然声質が違うからまた。 面白いですよねいいですねそして真由という役で田辺由紀さんですね出てもらいました初出演ですですね。由紀さんはもううちのスタッフであ、そうそうそう。何度かこの収録の時にも似ている顔だとは思うんですがそうですお顔は拝見してますした今回初めての登場でついに満を持して でもゆきさんも、まあ、もちろん、うん、いろんな番組で三木さんもしてますしあとは火曜日のお昼3時から「チューンしまうた」っていう番組があって、うん、えこの番組の中で沖縄民謡を中心にいろいろ音楽流したり<あ>え自分であと。 参神弾きながら歌ったりとかしてるんですよ。えー、多彩です。そうなんですか。はい。へえー。いやそれちょっと存じ上げないで。はい。えー、で今回あの関西弁でしかも参加してくれたじゃないですか。ね今ね <laughs> 関西弁でしたもんね。はい。 常にいい味でししたたねもうめちゃ嬉かっですいいですねまたちょっとこういう方言とかが入ってくるとちょっとまた雰囲気出ますよね。出ますよね。である意味そのいい意味での沖縄のごったに感みたいないろんな土地から沖縄が大好きで越してきた人たちがいてもともと沖縄方もいてっていうねなんかその感じがねあ出ますもんね。 その辺がそのあの観察弁が沖縄での作品なのに関西弁があるっていうあの面白さがうん、うん、いいですねいいですよね <laughs> あ良かったです <laughs>、ね、あのいい方をまたここにいらっしゃって僕顔を存じ上げたんですけどはいあの初出演でついに出ていただいて嬉しかったですね、うん、はい本人もすごい楽しんでた感じだったので、うん、いや良かったですそ,それは良かった、うん、一番良かったですね。はい えー、ということで、まあえー、今回あの、えー、地元の方の出演者の一二三さん佐藤健太郎さん星月夜さん田辺由紀さん遠間由香さんこの5人について話させていただきましたアニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください最初はとても緊張していたけどやってみたら楽しかったですかんだところがあったんですけど結構楽しかったです難しかったけどまたやってみたいですこの世に何かを演じて 言葉の意味とかその響きを味わうっていう機会をいただけたこと非常にありがたいなと思っていますとっても楽しめましたサボートとかで結構スラスラ言えるようにできました難しかったけど楽しかったですと最初はとても緊張したけど後から自分らしく言えたかなと思います楽しくできてまたやりたいなってとっても思いました えー、今回も LDHK のユニットの曲を聴いていただきました、えー、私の演技の教え子がユニットの中にいます、えー、ラジオをの皆さんもぜひとも今後も応援してあげてくださいアニメ玉についての感想を抜粋してみました聴いてください娘を連れてきたつもりが私までもうハマってしまって声優にもなっちゃってます <laughs> とても楽しかったですまたやってみたいです 私みたいな素人でもできるというかさせていただいたということで本当にあに貴重な経験でちょっと声に関する仕事は前からちょっとやってみたいなって思ってたので今回体験できてよかったです。 喋る言葉言葉一つつないで一つの作品につないで聴いてる方に想像力を引き出すっとっても素晴らしい仕事だなと思いますテレビとかで出てる声優さんたちは普通に喋ってるように感じたんですけど実際にこういうふうにやってみるとすごく緊張しましまた番組も終盤に差し掛かってまいりました本日のアニメ玉に出演してくださったキャストの方のリスナーの皆さんに向けての一言がありますぜひお聞きください 3回目の声優としてチャレンジさせていただきましたヒーフーミーです、えー、ラジオドラマの声優というのはですね、えー、っと狭いところで頭の中でいろんなことを想像しながら自分を表現する、えー、なんかあの人生でそういう場面って似たような場面があるんですけどもなんか類似したところであの自分の人生バックグラウンドも出てくるかなと思いました、えー、また4回目5回目と出たいです、えー、ぜひよろしくお願いします えと今日は初めて声優に挑戦させていただいたんですけどあのプロの声優の先生に優しく指導していただきましてすごいめったにない体験ができたなと思いますこんなに気軽にできるなんて思っていませんでしたぜひ私もやりたいという人は FM 技能案に連絡してください佐藤健太郎と言います 本日あの声優をさせていただきまして声だけで伝えるっていうのはなかなか難しくて大変なことだったんですけど今日初めて声優にチャレンジしてみて声だけで伝える喜びわくわくドキドキを得ることができましたまた機会があったらやってみたいです経験すればするほどいろいろなアプローチからこう役を演じてみたいという気持ちが強くなってとても楽しいのでぜひ一緒に頑張りましょう。 声優というこの職業体験をさせていただきましてこのキャラクターの命が吹き込まれているこの感覚がすごくわくわくという感覚になりましてすごい楽しかったですぜひ皆さんも体験してみてはいかがでしょうかアニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください緊張しましたがいい体験できて楽しかったです初めてやってみてとても感情などを表現するのがとても難しかったです やって楽しかっったです。やっぱり子や孫を育てるために、このお話はとっても役に立ちます、昔、明治生まれのおじいさんたちも言ってました、読書も大いにやりなさいと、本もいっぱい読ませてあげなさい、そこから子どもたちが頭が咲いてきますよというのを。 明治二十年のうちの祖父はいつもその話をしていましただからこのお話を読んだ時にとても明治生まれの祖父もう三十年前に亡くなったんですけどその祖父を今日思い出して涙が出そうでしたさあ次回の作品の出演者の方々が予告のコメントを残してくれています録音済みのものです五人分あります聞いてくださいこんにちはアニメ玉のチュラウミフィッシュカー選手権お魚たちの猛レース に声で参加させていただいておりますフェラーリテスタロッサに乗っているアオバスズメダイ役のズケラン・リカですこの作品は沖縄の海を舞台にしたお魚たちの熱いレーシングドラマでございます私が演じるアオバスズメダイアオバってね愛称で呼ばれてるんですがなぜか私のイメージということですごいお嬢様な 青葉ちゃんでございまして、そんな負けん気の強くて、そしてプライドの高い青葉ちゃんがこのレースの中でどんどん勝ちたいという気持ちが強くなっていて、まあ成長をしていたくれたらいいなというふうにな役どころになっております。皆さんぜひお耳をね傾けていただいて楽しんでいただければなと思います。吉村亮です。トヨタレクサス LFA をに乗ってます赤旗というお魚の役です。 いろんなお魚たちが世界中のスーパーカーに乗って戦いますレース皆さんぜひ聞いてください山内一郎です日産 GT-R 南洋ハギ結構あの初めてやって恥ずかしいんですけどぜひ聞いてください、はい、中地キララですランブルギーニカウンタックという車に乗る赤尾ビベラという役をやらせていただきましたお魚たちが みんなで競争していくドキドキハラハラの物語ですぜひ聞いてください中地真由美ですそれはですねすごいんですホンダ NSX 青筋天竺大地お魚の役でしたはい <laughs> FM 技能案のリスナーの皆様にそろそろ浸透しつつあるマユー会のメンバーで頑張りました今回ぜひ聞いてくださいアニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください演じ分けがとても難しいなと思いました でもとても楽しかったですこんな小さい空間でとても大きな世界を見れたような気がしますいい体験をさせていただきましためちゃめちゃ楽しかったです本当にいい経験させていただきました自分は滑舌が悪いで噛みすぎるかもしれないと思ったけど先生がそばにいてくれたおかげで最後までやり遂げました最初は緊張したけどやったら楽しかったです さあ番組もいよいよ最後になりますが今回のねアニメ玉に初出演の方が2人出ていただきましたもんね、はい、最初はね本当にとに愛美と我々だけでやってたのが、うんね、<laughs> どんどん増えてきて頂い,いて、はい、嬉しいなありがたいですね,ねもう永井さんも含め愛美、まま、も含め、ねはい、声をかけていただいたおかげだと思います、えー、まもっともっと皆さんもねこれラジオ機能の村さんも来て頂けたら嬉しいなと思います、はい、ということで、えー、ではまた来週お会いしましょう 拜拜。Bye bye.